こんにちは、後藤祐民です。オタクのテンプレートで、人生哲学みたいなの読んでみたいですっていう、まあこういう、おすすめ本をですね、5冊紹介してみました。まあ、これはですね、なので、それぞれ本を紹介していきます。まずはね、君たちはどう生きるかって、まあ、最近売れに売れている本ですよね。吉野源三郎っていうね、戦前から戦後にかけて活躍した、編集者なんですよね。まあ、それが、作家兼編集者みたいな感じで、書いた本なんですよね。本当に、コペル君っていう、まあ、コペルニクスみたいに、こうなんか、物事をこうきちんと一から考えて、なんかこう、ものを考えるのが好きだから、ちょっと知識人のおじさんにコペル君っていうあだ名をつけられたっていう中学生ぐらいのね、少年が主人公なんですけど、まあ、そのコペル君が、まあ、生活の中で自分がいろいろ感じたこととか考えたことをこうおじさんと話して、でおじさんが、まあ、そのコペル君の考えたことを尊重して、おじさんのノートっていう、まあ手紙みたいなね、ものを渡して、まあ、コペル君これから生きるっていうのは、とってもこう勉強とか大切なんだよみたいな話をですねするっていうのが、君たちはどう生きるかっていう本ですね。最近漫画も出たんでね、この漫画版がかなり読みやすいんじゃないかなと思います。まあ、岩波文庫で漫画版読んだら岩波文庫を読んでみるっていう感じで良いんじゃないでしょうか。まあ、漫画版はね、普通に漫画でおじさんのノートっていうのがいきなりバーッと、文字だらけで出てくるので、うわ、おじさんのノート読むの大変ってなるんですけど、岩波文庫でね、最初から文字だらけだとおじさんのノート見ても別にも最初から文字だらけだから別に違和感ないみたいな、ちょっとそういう面白い漫画の中で急に活字がガーって出てくるとちょっと厳しいっていうようなね、ことを発見できる面白い本ですね。まあ、こち亀みたいな、あの文字多すぎると辛いみたいな、ハンターハンターもちょっとかなり文字多いですけど、ついつい飛ばしちゃうみたいなのがね、君たちはどう生きるか、もう本当に極端にやられてるんで、まあ面白い本なんで、ぜひ読んでみてください。これ20円とか書いてありますよ、中古とか。もうめっちゃ安いですね。なんで、本当に、まあ初心者、哲学の全然知らないっていう人は、まあ、この最初はこんな感じの本を読んでみるのがいいかなと思います。で、じっくり育成したいオタク。まあ、人生哲学ってね、もう本当なんかビジネス漫画とか、タレントみたいなのがいっぱい本出してますけど、もうそんなんじゃねえよと、人生哲学っていうのはっていうようなね、ことで、もうプラトンのクリトンっていう本をですね、進めてさらにストア派に行こうぜみたいな。まあ、クリトンっていう本は、まあ、ソクラテスっていう、まあ、有名な哲学者がいるんですけど、彼は、まあ、捕まるんですよ。で、死刑になっちゃうんですけど、まあ、それで、無実だから逃げようよって、こう、クリトンっていう、同い年のお友達が、提案するんですよ、ソクラテスに。それに対して、いや、法律を守って、こう、破って脱獄したら、ちょっと良くないと。みたいなことを、だから私はもうおとなしく死ぬみたいな話をしてるんですね。だからもう生きることみたいなのを、正義とかですね、もう結構人生で考えるようなテーマが、クリトン。しかも超薄くて読みやすいですから、まあおすすめですね。で、ストア派っていうのは、まあ、セネカってやつとか、マルクス・アウレリウスっていうローマ皇帝がいるんですけど、まあ彼らはですね、まあ、禁欲主義みたいな感じで、とにかくこう人生とはっていうのを考えて、まあこう人生で必要なのはこう何事にも動じない心を身につけることだみたいな、こうお金っていうのが全てじゃないみたいな感じで、もうどんなものがいいことがあっても悪いことがあっても、動じないで平静を保つと、まあこれが、人生の幸せだし、これをこう修行してこういう強い心を身につけるべきだみたいなことを言ってるのがストア派なんですよ。だからまあ人生哲学っていう意味で、読んでみると結構面白いですよ。しかももう自虐ネタとかがかなりストア派多いので、もうとにかく朝起きらんないと、もう朝起きられない時はもう自分に対してこう言うがいいと、お前は布団の中で、温まってるために生まれてきたのかみたいなことをですね、鉄人ローマ皇帝がですね、書いててですね、もうちょっとそういうなんかカキ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 そういうことをね、一人です
戦場の中で書いてるっていうの、あのローマ皇帝マルクス・アレリウスは戦場、もう戦争に明け暮れてたんですよ。別に侵略好きとかじゃなくて防衛に明け暮れてたんですけど、まあ、そういう戦場の中で書き溜めてたノートが自省録っていうんですよね。まあ、そういうのをこう、もうとにかく冬のね、戦場の朝寒かったんだろうなみたいに思いながらやると、ちょっと可愛い、あのマルクス・アレリウスタン可愛いみたいになると思うんで、まあちょっとおすすめですね。そうだ、マルクス・アウレリウス・タンはですね、自省録っていう本なんですよ。これですね、岩波文庫がおすすめです。 Kindle 版も出てますね。まあこういうね、ちょっとライトなやつも、あるので、まあどっちでもいいですね。これが研究書ですね、荻野先生の、自省録、精神の常識って書いてあるんですけど、まあこれマルクス・アウレリウス好きになったらぜひこっちの方も、哲学、本格的にやってみたいって人は、手を出してみてください。この中曽根首相のはちょっと違うんで、まあ、中曽根首相超長生きなんで読む価値あると思うんですけどね、まあ、読んでみてください。で、沼に引きずり込むオタク、私の個人主義と。まあ、これね、夏目漱石の、まあ、おすすめ本の一つなんですよ。まあ、これ講演録なんですよ。学生に向けて、まあ、私はイギリスに留学したんだけど、まあ、その時に英文学をね、外人である日本人がやる意味っていうのをすごい悩みましたと。私がこう英文学を研究して、思ったことと、そのイギリス人のね、学者が思ってることと違うっていう場合に、もう俺自信ねえよみたいな、もうイギリス人がやっぱそう言うんだったらそうなんじゃないのみたいな、そういうことで結構悩んだのをこうどうやって克服したかみたいなね、ことをね、講演で語っていて、まあ、これとっても面白いんで、ぜひおすすめですね。青空文庫でも読めたかもしれないですね。あ、これ Kindle 版で0円で読めるんで、まあぜひ、これは本当に、気軽に読めるんで、ぜひ読んでみてほしいですね。ただ、まあ沼なのは、まあ、人生哲学、まあ夏目漱石結構、まあ、うつキャラなので、まあ、ここから夏目漱石の作品を読み解いていけるっていう方向も、ありますね。で、次はトウェインの人間とは何か、問題作なんですよ。マーク・トウェインって、あの、アメリカのね、作家で超有名な、ハックルベリー・フィンとか、トム・ソーヤの冒険とか、もうなんか、児童文学のなんか、もう超代表作みたいなのを書いたマーク・トウェインはですね、実はめっちゃネクラなんですよ。めっちゃ性格悪いんですよ。で、特にそのじいさんになればなるほど、そのもともと持ってる性格の悪さが出だしてきてですね、そこで人間とは何かっていう、これ対話編なんですよね。それでですね、まあ、青年とですね、なんかおじいさんみたいなのが対話するんですけど、人間っていうのはもう機械だと。もう感情とか何かもかも全部もう、そのもう反射反応、自動反応の働きなんだみたいな、人間機械論っていうフランス、の近代フランス哲学からのですね、もうもろ、影響というか伝統を引き継いだ、まあ本当にこうペシミズムの鬼みたいな作品なんですよね。だからまあこういう人生哲学でいきなりペシミズム、もろ人間機械論をおすすめしてくるっていうやつはちょっとやばい感じですね。で、最後が末期が呼ぶ気ですね。これまあ末期っていうのはいきなり呼ぶ気を進めてくるっていうのはもうおかしいやつなんですけど、これ、おすすめ、圧倒的に岩波文庫の関根先生役がおすすめなので、呼ぶ気に興味がある人はこれを選んでください。で、呼ぶ気ってのはどういう話かっていうと、まあ、呼ぶっていうのが主人公で、こいつめっちゃいいやつなんですよ。義人って、義の人呼ぶって言われるくらい、もうめちゃめちゃこう、よくできた人間なんですよね。で、そのよくできた人間に対して、なんかもう悪魔が、ちょっと上から見てて、このヨブって人にいたずらしたいんですけどって神様に言うんですよね。それで、ヨブはまあ、ちょっと心折れるかどうか見てくださいよ、神様みたいな。お、いいよ、みたいな感じで、もう神様も軽いんですよね。平気でヨブを試すっていう。まあ、それでヨブがめちゃくちゃもう悪いことが起きまくって、もう本当にもう神も仏もないって、もう神も呪い始めた時に、こう神様が、いや、お前呪っちゃダメだよっていう、めちゃくちゃなもう、話なんですけど、まあ、これもね、人生で、を考える上でね、その幸福とは何かっていうのを考える上で、めちゃくちゃいい本なので、まあ、聖書の中で呼ぶ気
でもこれ哲学者も作家もめっちゃ影響を受けてますから、ぜひ読んでみるのがおすすめですね。以上です。